皆さんこんにちは、ラフィナの杉塚です。撮影にご協力いただきます。はい、どうぞ。はい、ダンロップの綾部です。よろしくお願いします。はい、お願いします。暑いっすよ、暑い暑いっすよ、暑い暑い待ちました、結構待ちました。なんで待ったのかすぐ分かんないちょっといろいろありました。今日はゲストの方に、はいはい、スマイルテニスカレッジの、綿貫祐介です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、スマイルテニスカレッジの綿貫玲央です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。奥さん紹介、はい、はい、よ、あの去年結婚しました。ありがとうございます。かなり有名ないやいや綿貫三兄弟のこの番組にはね、やっぱり出たかったんで番組番組化しましたよ、これ自分もね、やっぱ YouTube やってるんで、はい、スマイルテニスカレッジでぜひ調べていただければ、はい、まあインプレッションとかもいろいろやってますので。せっかくなんで、ちょっと施設のご紹介をいただいて、はい、よろしいでしょうか。スマイルテニスカレッジは、埼玉県の春日部市に、ある、まあ、小さな、見てもらって分かるように小さなスクールなんですけれども、まあ、名前の通り、テニスをやっている人の、スマイルを届けたいというのをコンセプトに、下は幼稚園生から、上は80代までかな、いらっしゃる、テニススクールになっております。もちろんプロを目指す方も、いますし、プロ選手も多く練習を来ていただいております。みんなのスマイルを作れるあのご協力ができればと思いますので、ぜひ皆さん来てみてください。今日はスマイルでいきましょう。あまりいじめないでいじめられる原因さえなくて問題ないと思います。電車がめっちゃ通る。駅近いんですか。駅近いです。徒歩10分かかんないです。何駅ですか、最寄り。豊春駅と東岩槻駅ですね。東武アーバンパークラインという、まあ、柏の方まで、船橋まで行きますので、これで、はい、帰れるね、店まで。そう、店まで帰れますので、店近くの方まで行きますね。はい、はい、久々の98シリーズで、はい、98ならダンロップ。まあ僕も、まあ嫁も98使ってるんで、はい、まあダンロップなら98っていうのが今トレンドになってると思うので、まあ僕の200、まあ嫁の使ってる500ツアー、SF の300ツアーですね。まあ、同じ98でも性能が全く違うと思うんで、まあ、何が違うのか、体験できればいいかなと思います。しゃべりさすがにめっちゃうまいじゃん。さすが、気持ちよかったです。じゃあまずは普段使われている CX200、はい、でセッティングが縦が X プロシブツアーの125、はい、で横がアイコニック、スピード、はいはい、の130、はい、はい、買ってます。47ポンド。そうですね、まあ、この時期になるとね、まあ、ちょっと高めにして、うん、はい、ボールの飛びを抑えてって感じですかね、うん、はい、やっぱりポリだけだと少し硬い部分があったり、はい、まあ、体への負担というのもあるので、まあ、横に、ちょっと反発力のあるアイコニックスピードを入れて、ボールのスピードを確保しながら、まあ、ラケットのマイルドさっていうのをね、活かしながら、できるようなセッティングにはしてます。はい、3本全部同じセッティングで、ね、はい、同じセッティングでご用意してますので、はい、OK です。じゃあまずは普段一番慣れてる CX200 から。そうですね、もうずっとボックスなんでね、僕ね、はい、やってみます。はい、よろしくお願いします。はい、ずっとボックスっていう話をさっきされてたので、はい、こういうボックス系でやっぱりこうこだわりっていうのはあったりするもんですか。そうですね、やっぱり、まあ、スリクソンさんの時から、まあ、このボックス、まあ、200シリーズっていうのはずっと使っていて、まあ、手に馴染むような感じ、やっぱり柔らかさとコントロールの良さに惚れて、まあ、ずっとこのボックスを使ってるんですけれども、まあ、僕の場合そんなに回転をたくさんかけないので、まあ、ダイレクトに自分が打ったボールのそのままのボールが行ってくれるっていう、まあ、印象がすごく強い、まあ、ラケットではありますね。うん、はい、まあ、名前の通り、まあ、コントロールの200なんで、うん、まあ、そこら辺は、まあ、信頼できるかなという感じがします。はい、ちょっと重りつけてる感じですか、トップが。そうですね、ちょっとあとグリップがレザーになってて、まあ、こっちにもちょっと重量が入ってる形ですね。現役の時よりは 10g ぐらい軽く、今は少しトップと、はい、まあ、レザーにして下にも入れてっていう形で、まあ、ちょっとガッチリした感じをね作ってますね。もともとは、まあ、さっきお話ありましたけどロング使ってて、そうですよね、そう、はい、クラスのラケットを使ってて、まあ、身長をごまかしておりましたけど、身長をごまかし、まあ、リーチがやっぱりね、2m の選手と相手をしなきゃいけなかったり、まあ、もうちょっと遠心力が欲しいなっていうので、まあ、プラスね使って長ロング使ってましたけど、今はねそんな
する必要がないんでむしろ自分の近くに来るボールをちゃんと取らないといけないそこからこう次に打ったのが SX っていう形で、はい、まあ、フレームの場パワー感もしっかりですけどやっぱりこう回転の要素っていうのは、そうですね、まあ、こうやって、まあ、ガットのヨレを見てもらえば分かる通り、はい、同じ球数打っててもこんだけガットがヨレて、まあまあ、今回のこのアシストでしたっけ、三角形と長細いアシストがあってスピン能力がすごく高くなっているので、まあ、本当にこれ最初に打った時もそうですけど、同じように打ってもボールの軌道が上がってくれる、まあ、僕もそうですけどスピンがかけづらい、こうかけづらい選手が使ってもやっぱりこういう感覚っていうのを覚えられるラケットでもあると思うので、もちろんスピンに特化した方、まあ、グリグリのスピンがいいクレーコーターの人っていうのももちろん使えるラケットですし、まあ、回転かからないからちょっと試してみたいなっていう方も両方とも合うと思います、うんうん、でまあ、これ今回98シリーズですけれども98でこういうスピン系のラケットってやっぱりちょっと珍しいのかなっていうのはすごくあるので、うんうん、まあ98使うってなると普段はフラット系パワー系だけどもう少し回転量上げたいっていう場合にはすごくおすすめなんじゃないかなとはね思いますね、うん、的確なコメント的確なコメントがすごい台本ないのにね台本ないのにノー打ち合わせですから相変わらずそこから今度はガラッとまた変わって、はい、ちょっとパワー系 FX になって、はいはい、飛び方はやっぱりもう明らかに S とも C とも違うと思うんですけど、そうですね、まあ、やっぱり初速がすごく速いなっていうイメージはありますね、まあ、今回この溝が少し薄くな深くなった分だけ少しホールド感もありますし、まあ、今回の、まあ、フォースのね、パワーの部分もすごく特化されてて、まあ、フルスイングしても収まるっていうのが、まあ、コンセプトのラケットでもあると思うので、まあ、そういった面ではスピードも出るし、まあ、暴発することもないなという印象のあるラケットですね。コントロール、スピン、パワーっていうのがあると思うので、まあ、まずは色も全然違うので迷ったらまず色でいっちゃうっていうまあまあでも、はい、ね、好きな色でプレーするっていうこのモチベーションアップっていうのはい、ありますからね。やっぱり好きな色を持ってテニスをするっていうのがやっぱり長続きするね、まあ笑顔の元にもなると思うので、なるほど、そこでスマイル、はい、じゃあ奥様にバトンタッチ、バトンタッチしていきましょうか、はい、ではお願いします奥様、はい奥様はいつも FX500 ツアー、はい、使わせてもらってます、はい、なんかこだわりがあって使われてるとかありますか。やっぱりフルスイングしてもしっかりコートの中に収まってくれるのが一番好きで、はい、それで選びました、はい。アイコニックオール、はい、貼られてると思うんですけど、はい、なんか貼ってる理由とかってありますか。お任せで勝手にやられてて、最初はポリを貼っていたんですけれども、やっぱりちょっと硬いっていうイメージが出てしまったんで、じゃあマルチの中でも少ししっかりしたコーティングがしてあるオールにしてみようかって話をしたら、なんかうまくはまったみたいで、まあ、パワーシストもあり良かったみたいですね。はい、迷ったらオール、はい、ということでオフィスレディーみたいなのがオフィスレディーが98がねしっかりフロントやってますので、もともとでもインカレという噂をちらっと時ポロってきました、はい、そして日本リーグ、そうです、日本リーグにも出ていて、はい、まあ、そこで知り合ってのご縁なんですけれども、はい、まあ、バンバン打てる方ではあると思うので大丈夫まあ女子でも98がいけるっていうのはね、見てもらえるといいですね。あ、そうですね、はい、まあ、やっぱり普段使ってるので慣れているのですごく打ちやすいなっていう感覚だったんですけどどうでしたか。だんだんやっぱりスピードを見ててありましたよね、ボールパワーはね、あるなっていう感じもあったけど、まあ、すっぽ抜けないなっていうのも、多分僕よりもフラット系ね、ちょっとシュート回転するようなボールだけど、でも収まってたのかなっていう感じがしましたね。やっぱり速かったね、ボールがね、うん、SX はい、こちらもうこれは打ったことはもちろんある、あります、はい、あるんですけど、ツアーは初めて、ツアーの方じゃなくて山脈の方を使ってたんですけど、はい、ツアーいいですねなんか程よく回転もね、うん、ちゃんとガッとよれてるしね、これもね本当だ、うん、なんか打感がすごい好きだったので、ね、よく
飛んでる感じ。そう飛んでますね、うんうん、ちゃんと綺麗な軌道をずっとね、うん、描いてる感じがして、うん、なんか見てて安心感はありますよね、うん、スイングはフラット系のスイングで、はい、なんか自然に回転がかかってるような、うん、自然にかけようと思わなくてもかかるので良かったです、うん、はい、ありだよねこれもね、ありすごくありすごくあり200、はい、はい、ちょっと硬かった、うん、ちょっと最初硬いなって感じたんですけど5、6球ぐらい打ったら慣れてきて、軌道のイメージがすごく描きやすい、うんうん、あのこうなるんだろうなっていうのがすごく分かるラケットです、はい、うん、振り抜きがいいから多分それでね、多分ボールがお辞儀しちゃってるような感じは最初ありましたけどね、うん、まあコントロールしやすいラケットだから、なんかこれも少し、まあ、ラケットガットのねセッティング変えて少し柔らかいガットにしてあげて、うん、まあ、飛び感出してあげれば、うん、全然これもいけるんじゃないかなという印象が、ね、うん、ありましたね、うんうん、どれでも使いこなせるっていう、どれでもいけそうな感じでしたね、うん、ちょっとラリーをしていただいてもいいですか、はい、ちょっと奥様と前ラケで、はいはい、あとは他のメーカーに比べてやっぱりボールの伸びがいいなっていう印象はすごくあるんで、うん、まあ、僕もずっと現役から、まあ、あのシクソンさんダノプさん使ってますけれども、やっぱりボールの伸びを考えて、まあ、考えた競技志向の方をターゲットに、まあ、してる部分もあると思うんで、まあ、そこら辺98シリーズ使ってもらって、まあ、普段と伸びが違うなとか、あの他のメーカーさんよりもなんか勢いがあって相手のボール相手が差し込まれてるなっていうのを感じてもらえるようなね、うん、あの感覚を持ってもらえるのもすごくいいなとは思いますね、うん、あの初速よりはボールが弾んだ後にどれだけ速くなるかって僕たち選手はすごく気を使うので、うん、まあ、そういった体験をしてもらえるのもすごくいいのかなと思いますね。今日調子良さそうだったけど、え、そうかな。まっすぐですね。まっすぐなんですよ。やっぱりだから打ち合うと結構大変ですね。もうちょっとボール上げてもオムニコートだとね、やっぱり跳ねないんで、いくら AO のボールでもやっぱり跳ねがね弱いんで、オムニコートになっちゃうとやっぱり上から叩かれますね。やっぱりそういった意味でもあの500ツアーって。本当に鋭いボールが打てるっていうイメージはねすごくあるんで、やめてからもう5年経つんで、ちょっと負けないようにね、ね、負けないように頑張りたいね。頑張らなくていいですあの空気を読んでいただければ、空気が読めなくて有名だからね、スマイルはね。Yeah.